ご安定の量でございます。なんて書いてある？ああ、足元が滑りやすい。あら、なかなかよろしいね。苔がね、きれいに踏まんとこか。はい、おはようございます。手前上がったところにね、ちょっと祀られてますから、ちょっと言いましょうかね。はい、なかなかなね、石畳でございますけどね、珍しいね、この小さいのね。はい、上がってきましたけどね。まあ基本的にはね、ちょっと年代が合わないみたいな感じもするんやけど、一応ここでね、祀られてますんで。上がってみましょうかね。高安天の第六代やから、紀元前やからね。まあちょっとね、おかしいのおかしいんやけどね、ここは。紀元前でございますからね。でございます。ここどうやったかな、抜けれたかな、反対側に。あら、反対側抜けられるんだよね。あら、立派な量でございますかね、これ。回られへんみたいな。回れないんだ、これは。カズライダンと金剛山をね、ここまで塗られています。一般の石掛けでございますからね。見てください、この石垣が。これ一般の石垣が、これ。もうこれ、わーっとね、石垣になってますからね。ここも立ち入ったらあかんのかね。立ち入らないことを言って、どういうことですか、入ったらあかんのかね。はい、周り歩けそうやけどね。何年ぶりかね。何年ぶりで、2回目か3回目かぐらいやからね、ちょっと時代が紀元前200年300年やったらな、ちょっとどうなんだろうね。事情してもらっとるけど、一応5世の古墳ということでね、リクエストがありましたんで、何年回らへんのやりでね。あの、以前回っとんだけどね、で2月から3月にかけてね、5世ちょっと回って、5世この辺回っとんだけど、なかなかね、紀元前の天皇のね、墓を回っても、ね、言葉出てこないわ。全然分からへんし、200メーターちょっとありますかね。第六代天皇陵、高安天皇陵でございました。ありがとうございました。
ほらほら、ここにほら五円がありますよね。金が五円を落ちてるね。はい、ありがとうございました。